ははい皆さんこんこにちは今回はまたちょっとジャンルの違った投稿になりますが AirPods Pro この AirPods Pro の1ヶ月使っての使用感であるとかレビュー自分なりの率直な意見いいところ悪いところをお話ししたいと思います。 投稿動画を作成するきっかけは、えー、この AirPodsPro を2021年1月、えー、1か月前に購入したんですがその購入する時もやはり3万円もするものなのですぐにはあなんか衝動買いみたいにもできなくていろいろと自分の使用目的に合ったものであるかどうか YouTube 検索をしてみたりして、えー、開封レビューをすごく勉強しましたでその中で確かに参考になった部分もあったんですが自分のイメージとは、えー、違ったあものもあったので今回は自分で使用レビューを、えー、投稿しようと思いましたですので、えー、品質とか 詳しい内容については他の方の AirPods Pro の開封レビューを参考にしていただいて今回私が投稿ビデオを作成したのは自分が1ヶ月使って使用感想レビューを素直にちょっと表現してみたいと思いますどうかよろしくお願いします 今回私が AirPods Pro を購入しようと思ったあ、思ったことは、まずまあもちろん、えー、Bluetooth で、えー、コード式のイヤホンじゃなくて音声通話が、えー、イヤホンでできる AirPods Pro でできるというところ、そことノイズキャンセリングがついている、ノイズキャンセリング機能がついている、 とというところあと外部マイクとしても、えー、使えるかなと思いました今回もこのように、えー、外部マイクも使えるかということで、えー、一緒に音声をとっています購入きっかけはこういうところが一番の目的で買ってみようかなと思いながら検討しました実際この1ヶ月使っていい感じは非常に、えー、iPhone と 接続が簡単ですすぐに設定も、えー、できるというか何も難しい設定もいらず、えー、AirPods Pro を購入して、えー、開封したらもうすぐに、えー、接続できているということですそれと使用するときにも、えー、ケースから取り出して装着すればもうすぐに使えるというところが自分としては良かったなと思います 電話をかけていても本体だけで電話をかけていてもおイヤホンで聞きたいなと思ったらポケットに、えー、入れてる AirPods Pro を出してさっと耳につけたら次はイヤホンに変わってるという設定になっているので、えー、非常にその点は使い勝手がいいです装着感なんですが、えー、特にあの悪くもなく 非常にくくもなくといったとととこころでで特に普通ということですね、えー、中には他の方のレビューでは、えー、どうしても耳に合わ,合わないとか、えー、痛いとか、えー、中が蒸れるというようなレビューがありましたが、まあ、もちろん私の意見としては、えー、耳の中に、まあ、耳の中というか耳に装着するものですから、えー、もちろん異物として刺、えー、しているようなものですから。 痛くなくはないですけどもさほど他の方がレビューあったようにちょっと使えないなとかいうことではありません普通にイヤホンをさしているましてや逆に装着感じがいいので嫌な感じは特に私はしません蒸れるということはさほどあまり感じず 長い時間、まあ、つけていると中が少し、えー、やっぱり、えー、難ずいかなとかいうようなことはあります装着していて、えー、落下するようなことはありませんこのようにまあ,あ何もあ動いても落下するようなことはもうないし自分でもあ落ちるなという気持ちは一切ありません、えーまあ、ただ服を脱ぎ着するようなことがあったりとか えー、何かマフラーでも下から引っ掛けるようやったらもちろん落ちるかも分かりませんけども普通でいったらまあ落ちないということですねその他充電の方はあ他の方のレビューでおー調べてもらったらいいですけどもお充電時間が不足するななとかいうようよ感想はありません特に使っていて十分な、えー、充電時間です。 それと私のようにこのように片耳で使っていたら、えー、もう一方のチップの方は満充電にされたままなので、えー、もしこれを長時間使うようであれば、えー、もう満充電で置いてたやつのを右と変えるとかいうような使い勝手も私はしています。だから両方方使使わなくてても片方ずつ使って、えー、電池ののここととををバッテリーのことを 消耗度を考えななむとというようよことです両耳を使ってノイズキャンセリングの感想ですか、えー、まあ私が購入する前は、えー、何でもかんでも音がすごく遮断されるというようなイメージがあるのかなと思ってたんですけども、えー、外部の音は多少なりとも聞こえることは聞こえるんですがすごく軽減されて もともとノイズキャンセリングを購入してみたいなと思うのはどうしても私も生活音が気になったりとか周囲の音が気になって集中できない時間があってまたその集中する時間を作りたい時もありましたのでノイズキャンセル機能があったらちょっと集中できる時間が欲しいなという時に AirPods Pro を購入する一つのきっかけでした。 実際使ってみて確かに、えー、外部の音は、えー、遮断されていますが私の思ってるほど、まあ、遮断というかではないですがかなり軽減されていて自分自身も集中できる時間が、えー、できているのでノイズキャンセリングについては十分、えー、私はまず満足度はあります。両耳を使っていてい 電話での音声通話でしたらノイズキャンセリングをしていると外部の音が逆に聞こえないので喋っていると自分が喋りづらくなりますので外部取り込みをして両耳で使うか私の場合は音声通話電話通話、話話電の場合はどちらか片耳をしています両耳を差していて電話がかかってきた時は喋りづらいのでどちらか片方を入れるということです。 チップの方もケースにすぐ収めたら、えー、なくしたりはしないので、えー、またそのケース自体が非常にコンパクトなのでポケットに入れていても何ら違和感はありないなというような感想ですケースの方は、えー、今、えー、ダイソーの100円ショップでシリコンカバーケースを購入して付けています、えー、これのレビューも、えー、していますので 概要欄にもリンクを貼っておきますのでそちらもよろ,よろしかったらチェックよろししくお願いします。えーまあ、これを私が購入したのはちょっと、えー、ケースを保護しようかなということと、えー、ちょっとケース自体持ってたらそれ自体が結構光沢感があって滑りやすいのでチップをなくすよりもこれを落として落下するのが嫌だったのでシリコンカバーこのカバーを買って落下防止に努めました。 出し方は、皆さんの他の方のレビューを参考にして、ケースを開けて、ケースの中の奥、蓋の裏側のところくぼみをつまんで手前に引き出すというようにレビューがありました。まさにそのようにすると、取り出しやすくて、えー、落下することもありません。このままつまもうと思ったら滑るので落とす可能性もありますが、 中のくぼみに指を入れて手前に引き出すとチップ自体がすぐに取れますそれですぐに耳につけれるということです私は非常にこの辺は良かったなと思いますポケットにこれを入れていて何か伝え,伝えたいなと思ったら先ほどの出し方ですぐに装着できる装着したらもうつながっているという非常に簡単です今までイヤホンの コード式のポケットに入れててもいざ使おうかなと思ったらそのコードが絡んでああと思ってストレスになるのでこの AirPods Pro を購入して使っているのには非常にその点は楽な使い方ができるなと思います私はちょっと動きのあるスポーツであるとか、えー、ワンちゃん関係で動いてビデオを撮りたいこともありますのでこれ自身が外部マイク外部マイク機能はあるので ワイヤレスマイクみたいに外部マイクとして使えるというような他の方のレビューもありました。それで購入きっかけの一つにもしましたが確かに外部マイクとしてはマイクを拾うんですが iPhone 本体のマイクも音声を拾うので私の思っているイメージでワイヤレスマイクのような感じで外部マイクとして使えるというようなちょっとイメージに ととはちょっと違っ違ていたなと思います、えー、ただ音声は確かに拾うので、えー、外部マイクとしては使えるけども自分が使いたいイメージではちょっとなかったなというのが感想です。あとまあ音質ですが、えー、音質の方は、えー、他の音も比較するものもないので、えー、高音がどうの低音がどうなとかいうことは私にはよく分かりませんが 非常に澄んだ綺麗な音が出てきます音楽を聴いていて非常に違和感のない綺麗な音質だなというのが率直な意見です私はまあイヤホン両方つけて聞くことがよくありますそれと眠る前につけて寝たいなというようなこともあります確かににノイズキャンンセリングで音に 速やかな音が出て、えー、スリーピングミュージックですよね。えー、ネオン、えー、寝る時の音楽ということで使っています。非常にまあその辺も使い勝手はいいです。ただちょっともう寝たいなと思う時にはチップをどっかやらなくてはいけないので、えー、半分寝ている時に取り掛か,かるというのは、えー、何かまあ AirPods Pro ではその点はちょっと自分では。えー その辺もイメージではなかったかなと思いますコード式の普通のイヤホンと併用して寝る時も使っています非常にその点も使い勝手としてはいいようなものですこの1ヶ月使っての率直な感想レビューを今述べてみましたぜひ皆さんも他にはない開封レビューだと思いますので私の 1>, 1ヶ月使用での感想レビューを参考にしてもし購入を考えている方がいましたら私のこの動画配信を参考にしてください。本日は最後ままでありがとうございました